はい、皆さんこんにちは、浦和です。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ということで、今日はちょっと店頭からお送りしているんですが、ご紹介するのは山下ではなくてこちらパーコード量り売り、ご紹介していきます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。はい、ということでね、通常この量り売り、メーターで量り売りしてるんですが、ちょっとどんな感じで量り売りしてるかやってみてください、はい。パラコード何メーター購入されますか、はい、2メーターお願いしますと。ではですね、2メーター今取り分けさせていただきます。このロールからですね、直接2メーター取るようになってます。よいしょ、これで1メーター。よいしょ、でここからもう1メーター、はい、はい、これで2メーターですね。これで切って、よいしょ、これで、あ、今切らなくていいよ切らなくていい、実際には切らなくていい、はい、本当は切って向こうレジでまたね、はい、お会計してもらうというシステムでございまして、まあ、今のところまだ何十メーターもこの黒はあるかな。ちょっと色がね、今1種類しか今量り売りできるのがないみたいなんですけど、他にもカラー、そうですね、今ちょっと品切れ中でブラックしかなくなってるのですけども、こういう風なですね、オリーブドラブのカラーだとか、はい、こういう風なタンカラーだとかも量り売りで、はい、通常ございますので、その時の入荷状況によってね、ちょっと違うかもしれませんが、言っていただければこのように量り売りしてまいりますので。あとはこっちもね、一応30メーターでは売ってるんですけど、こんなにはいらねえよとちょっと1メーター2メーター欲しいんだっていう時には、ぜひね量り売り、使っていただければなと思います。はい、今日はパラコードの量り売り店頭からご紹介しました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。